こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。化学物質漏出事故を年中発生させ、バッテリーが世界中で爆発炎上させている LG ですが、株価暴落で倒産寸前のようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ベーゼネラルモーターズ GM の電気自動車追加リコール決定のニュースについて、 LG 化学の株価が急落した。 LG 化学はコスピ816の上場会社のうち下落率1位を記録している。 JP モルガンやゴールドマンサックス、モルガンスタンレーの窓口を通じて外国人が大量の売りを出している。米自動車会社ジェネラルモーターズ GM が計10億ドル、約1兆1835億ウォンを投入し、電気車シボレーボルト7万3000台を追加でリコールする方針だと発表したことが影響を及ぼしている。追加リコール対象は米国とカナダで販売された2019から2022年型モデル。 GM はバッテリー供給会社である LG からリコール費用の賠償約束を取り付ける模様だ。これに先立ち、 GM は米国内の5万1000台など全世界でシボレーボルト EV 6万9000台を対象にリコールを実施している。 LG エネルギーソリューションのバッテリーを搭載したボルト EV で発生した2件の自動車火災がリコール決定の背景になった。 NH 投資証券のファン・ユシク研究員は、以前のリコール対象者を含めると GM ボルトのリコール費用は計18億ドル、約2兆1000億ウォンかかる見通しとし、昨年第2四半期の実績に GM ボルトのリコール引き当て金約900億ウォンを反映したが、 GM とリコール費用を最終合意した後、追加金額を会計的に反映すると述べた。それではネットの反応です。1から2年間株価上昇したことを考えると、この程度の下落幅で長期投資云々するべきではないようだが、いつも事故が起きているのか。国内企業がなんで紺に火を吹くバッテリーを使うことができるのか。これは危険すぎるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。